髪の毛すごいわ。はい、こまごまね、サイズアウトしたものは、クローゼットの中から出していってるので、ママです。どうも、ゆくんです。はい、師匠ね、今寝てます。はい、それでは今からいおりくんのやつを断捨離していきたいと思います。はい、まずは超大量にあるので、これをね、サイズ別に分けていこうか。それとも学校用と学校用じゃないようで分けていこうかなと思います。ママちゃん、これ学校用、学校用です。これ学校用、これは外出用、これも外出用、これまだ外出用です。これ学校用、学校用、学校用、外出用、非学校用、これもね、これも学校用じゃない、これはもう小さいので、小さいかな、これは、あ、これはこの前買ったやつし、これはこれ、ゆりくんの結構ないね、仕分けるの。これは外出用、あ、これもちっちゃいのでは、とこれも取って、これもと、これもこれ、あ、これこれもこれも、これもパンツがね、これ取っておく、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 あ、パンツはまだ大丈夫ですね。これ120っておきますもんね。この辺とか全部かかったのにね。これはよくコメントとかで聞かれるんですけど、アディダスオリジナルの、ジャージになります。ダウンジャケット、これはまだ買ったばっかりかなと思うので、これはまだ着ます。お気に入りでね、よく着るジャケットなので、これも着ます。と、終わりかな、これは。はい、このね、ダウンジャケットもすごくいいので、これも着ます。はい、一応半袖の、T シャツを学校用と学校用じゃないもので分けていきたいと思います。はい、師匠、はい、今日はいおりくんとシーシーの、お洋服の断捨離をしました。もう結構ね、こまごまいらないというか、サイズアウトしたものは、処分していってるの。かわいいね、おきしさん、髪の毛すごいわ。はい、こまごまね、サイズアウトしたものは、クローゼットの中から出していってるので、そんなにね、言うて、サイズアウトしてるものがね、入ってないなっていう感じでした。あなたを浮かべて、これからのこと、僕らの未来、長くどんなに険しくても幸せになろう、諦めないでこの空を見上げ生きようさ。はい、 T シャツをね、ハンガーにかけっぱなしだったりとか、あまり今年もね、着てないセーターとかパーカーとかね、スウェットとかがあったので、それをね、前の方に出していっぱい着ていこうかなっていう感じですね。はい。
で、これをね、畳んでしまっていきたいと思います。